V-11、v 1 2テ t v 1 1ギガバイト試作機、n r 1 7 3 2 7テ t v 1 1及び、v、V-12 とは、アメリカ合衆国で1930年代に開発された航空機である。応力外費のモノコック構造で、単用の地上攻撃機だった。この機は、単発旅客機である、 バル TV-1 から派生したもので V-11 と V-12 は中華民国を含むいくつかの国から軍用に購入されている。日中戦争において中華民国はこれらの機体を日本軍との戦闘に投入するため使っていた。第二次世界大戦の前にアメリカ陸軍航空隊は7機の V-11 をや -19 として数年かけて導入し、 双発の軽攻撃機との比較目的でデータを集めるために試験を行っていた。1935年、バルティー社は自社製の単発旅客機であるバルティー V-1 から派生させた軽爆撃機を作り出した。V-1 は良い性能を実地に示した一方で、単発機の旅客輸送業務に課せられた政権のため、わずかな数のみしか売れなかった。結果、 バル TV-11 は V-1 の単発定翼の仕様と全金属製の応力外飛構造を保っている。本機は新しい胴体部分をつけ、長くて温室のような見た目のキャノピーの下に乗員3名用の座席を装備し、主翼や尾部の表面形状はバル TV-1 のものを組み合わせている。明細を施した中華民国軍のバル t v 十一。 G1935 年の終わりに中華民国が発注を出した。当初の発注数は複座の V-11G が30機である。1939年、より強力な V-12 派生型から V-12C と V-12D の2種類のバージョンの発注が続いて出されている。 これらの木の大部分は中国とビルマの国境付近の雷城にある中央引き製造所の工場で部品を組み立てることが計画され最初のバッジである V-12C の25機の生産に成功した一方工場施設は V-12D の最初の組み立てを開始した直後に激しい爆撃を受けたこの結果機体の部品生産はインドに疎開させ機体の組み立ては ベンガルールに置かれたヒンドスタン航空機の工場で行うことが計画された。しかし、数機が組み立てられた後、工場はより切迫したオーバーホール作業に転換したために生産は停止した。V-11 と V-12 は軽爆撃機として使用され、いくつかの成功を収めた。これには1939年2月5日、中華民国空軍の第10飛行中隊、 軍上に配備された4機が日本軍の保持する飛行場を攻撃した事例が含まれる。この後の1940年、機体は爆撃任務から引き下げられ、訓練用途や連絡任務に使われた。ブラジルのバル TV-11GB に着陸時。1939年2月、ブラジル陸軍航空隊は長距離爆撃用として、 最初にバルティ v 1 1の10機を取得した。最終的には26機がブラジル陸軍航空隊によって使用されている。V-11 を用い、1939年11月8日には、ブラジルの奥地を横切る 3250km の無着陸飛行が11時間45分かけて行われた。1942年8月26日、一隻の ユーボートが、ブラジル南海岸の都市、アララングアから50マイル離れた位置で攻撃を受けた。対戦作戦には適さないものの、機は低空を飛び、3発の250ポンド爆弾を投下し、潜水艦の周囲で爆発した。しかし爆風は低空を飛ぶ機体に被害を及ぼした。エアロフロートバル TPS-43936 年。 ソビエト連邦では三座型の V-11、イトを4機購入している。また生産ライセンスも共に得ていた。1937年、本機は BSH-1 としてソ連での量産に入った。しかし対地攻撃任務向けに装着された装甲板が受け入れがたいほどに性能を悪化させ、31機生産の後に量産は停止された。これらの機は、 エアロフロートに移送され PS-43 として再設計を受けた。1941年のドイツ軍進行までの用途は高速輸送であった。進行時にこれらの機材は連絡任務のためソ連空軍に復帰した。1939年カリフォルニア州マーチフィールドに置かれた第17攻撃グループのバルティー -19。 1930年代後半、アメリカ陸軍航空隊では、総発の軽攻撃機を好んでいたものの、比較を目的として1938年の夏に7機のヤマイナス19を発注していた。ヤマイナス19は、30後継機関銃を6丁積んで武装し、1080ポンドの爆弾を爆弾層に搭載した。 動力は1200馬力のツインワスプ製型エンジンで、操縦し、観測試験重手、爆撃試験撮影士を含む3名の乗員により、操作された。ヤマイナス19の独特な装備には、垂直スタビライザーがあり、垂直尾翼の前方に配置された。垂直スタビライザーのサイズが小型で、用の不安定さを引き起こしたために、最後のヤマイナス19は、 大型化した垂直スタビライザーを装備している。任務試験では、創発の攻撃機がより高速であり、より良い武装が施せ、爆弾搭載量も大きかったことが示され、それ以上にやマイナス19が発注されることはなかった。比較審査の後に5機のやマイナス19が A マイナス19に解消され、カリフォルニア州マーチフィールドの 第17攻撃グループに短い期間割り当てられた。その後、パナマ運河地帯に移管され、連絡任務や通常の輸送に用いられた。A-19 は実戦投入されることなく、1940年代初期に早々と退役した。バル TV-12 試作機バル TV-12D 試作機、ライカミングを -1230 で駆動する。 バルティーヤ -19A。トルコ君の V-11GB バルティー v 1 1 g b 三面図データは US エクスペリメンタルプロトタイプやクラフトプロジェクトによる。ありがとうございます。